まだこれ注射はまだ明日も来た方がいいんですよね。そうですね、もうちょいと食べてくれるようになるまで。足のがだん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 良くなってくれてて、あと食欲も避けずに80、せめて、まあ、100になればそれが一番いいんだけど、 80% 以上取られるようになるまではちょっと治療したいですね。本当食べ出すと一気に太っちゃうから、ね、で 100% 食べれるようになったらプチ断食やってほしいんですよ。そうそう、あの要は食べる時間を8時間に絞って、はい、あとはお水だけ、はいはい、そう6時に食べたら切って8、9、10、11、12、12、12、12、昼にやってはいかんね。スタートをお昼にするとね、結構いいんですけどね。朝欲しい欲しいっていう場合は難しいけど、スタートをお昼にすると、はい、12時にするとそこから8時間で夜の8時まで食べていい。あ、なるほどね、うん、朝がね癒しいときはやっぱり6時に上がる。朝早くて欲しい欲しいというか、やっぱり朝からスタートすることしてもいいんですけどね。もうちょっとだよ。昔から犬は 朝と夜だけでいいって言いますもんね。そうですね、見ない方がいいからね。でなおかつその12時間以上のご飯食べない時間を作ってあげると、やっぱり口の巡りが良くなってきますんで。おかげで私もまんじゅうケーキ食べないで痩せたらね。まあこの子連れてこないかんし、心臓で3キロ痩せました。そうなんですか。いや3キロ痩せたらまだ肉いっぱいあるんであれですけど。ただね、心臓病のある人はね、これね、あんまり痩せすぎちゃダメです。あ、心臓病がね。心臓病が。あ、人間も。人間も、ワンちゃんも。要は2000年ぐらいになってね、アメリカで心臓病がある人のデータを取ったんですよ。人間の話で、めちゃくちゃ太ってる人と、ちょっと太ってる人と、中肉中背の人がちょっと痩せてる人、その4つのパターンね、みんな心臓病があります。誰が一番長いかっていうデータを取ったの。そしたら誰が一番長いかだと思います。痩せた人だと思ってる。違います。痩せた人は一番早くする。一番早く、うん、ちょっと太ってる、うん、ちょっとぽっちゃりが一番太ってる方が、ちょっとぽっちゃりが一番。あ、そうなんだ。そう、それ2番目が中肉中背じゃなくてめちゃくちゃ太ってる人がいる。あ、そうなんだ。で3番目が中肉中背、4番目一番早く死んだのが痩せてる人。あ、痩せてる人もいたのかね。そう、だから心臓病がある人は昔はね、心臓病があったらちょっと痩せなかん痩せなかんってよく言われてましたよね。違うんです。だから中肉中背もちょっとぽっちゃりしてた方がいい。とあともう一つは、まあ、これは筋肉をどさんようにすることですよね。心臓も筋肉でできてるじゃないですか、だから体の筋肉とかね、適度に散歩したり、適度な運動して筋肉を落とさんようにした方が心臓病がある人は楽に長生きできるというデータが出て、すごいびっくりしたんですよ。あの日本の心臓病の先生が、私整形外科とか整体に行ってるんですけど、はい、あの脂肪より筋肉の方が、いっぱいついてるから硬くて揉みにくいと怒られるんですけど、でもそれはとってもいいことなんですよ。筋肉がどうしても落ちてっちゃうからさ、はい、そうそう、だからね、ここ揉んでもらうと筋肉だから硬いで揉みほぐさないかんって言われてますけど、でも一応1年に2回ぐらい心臓の検査、胃の検査、肺の検査とかいろいろして、やります。はい、人間どうもないって今のところは。あ、心臓別にどうもないんです。あの心電図取ってもらっても、どうもない。あ、どうもないの。どうもない。なるほど、だから心臓まあでもね、あの心臓毛が生えてるかしらも、中肉中背がちょっと太っとるぐらいのがいいんですよ。であともう一つは年齢とともにタンパク質の量が足りなくなってくるから、タンパク質を取った方がいいです。はい、だからさっきのさ、なんだっけ、プチ断食にね、タンパク質を取るのをプラスするともっといい。そうですか。タンパク質ね、なかなか、タンパク質というと、取れたりよりは取れてない。ささみとかお豆腐とか、食材ではね。あ、そうですね。ただ肉ばっかり食べてたらいいかもね。うん、まあでも、まあもちろんお肉も食べた方がいいわけなんですよ。お魚、肉とか魚とか。
それと娘の仕事もなんかあのあれですか、心臓悪くなかったんですね。98まで来てましたもん。あ、そうです。痩せて38キロでしたけど。長田さん、インターベリーちょっと作って2本。マッサージの先生も脂肪を減らしてあの筋肉をつけてくださいと言われるんだけど、そうそうそう、だから筋肉をつけるためにはこっち向き、はい、一番いいのはあれですね、まずはゆっくり歩くということですね、まあ、そうですね、人間もワンちゃんも、脚力が取れるとね、そうそう、あれですね、でお家でできることとしたらあのいわゆる筋トレって言ってさ、スクワット、あ、自転車こぎは、あ、いいですね、とってもいいですか、自転車こぎ、自転車こぎって結構いいんですよ、ね、うん、だからスポーツクラブなんか行くとみんな自転車こいでますね、私みたいに膝が悪い人はあんまり良くないけどね。再生リストで、うん、まあ、いろいろ喋ってるんですけど、なんか特番に字書いて喋ってみますね、ダイエット、そうそう、これ、うん、ダイエットとリハビリテーションっていう、はいはい、だから上からちょっといったところですね、これで見れば分かるので、タブレットで開くと、ダイエットとリハビリテーション、要はね、これあの腰が悪くなった時のこのワンちゃんとかにね、もうやるんですけど、消炎鎮痛で使うんだけど、リハビリテーションを使うと、そういう薬使ったのと同じような効果があるんです。あ、そうなんですか。で、これを悪くなってからやっとったら、うん、なかなか遅いんですよ、実際言うと、悪くなる前にやらない、悪くなる前からやっとくと悪くなりにくい、薬の効果が出る、うん、だから、この体型は椎間板ヘルニアになりやすいから、足がもうちょっと良くなったら、これをぜひともやってほしいと。あ、そうですか、ちょっと見てみます、見てみてください、はい、簡単に言っちゃうとね、まず簡単に言うとゆっくりやる、うん、それからあ、できた、ちょっとこれがやれなかったんで、ちょっとこっちね、1,2,3,4 糖尿病だけにはね、ならしたくないのでなかなかあれですけど、そうですよ ね、 ね、前の子糖尿病でやらないことに、中にはドッグフードしか食べてないのになる子もいるんですよ、あ、そうなんですか、そういう体質の子があって、まあ人間でもタバコ吸わなくても肺がんでね、亡くなる人もいますので、そうそう、だからまあ食事制のね、ちょっと甘いもの食べてっていうのはありますけどね、もちろん、はい、OK、 はい、終わったよ、新しいよ、はい、終わりました。終わった。終わったら食べますね。はい、じゃあここお渡しして。ありがとうございました。ごめんなさい。まだ蓋がしてないですからね。はい、あ、じゃあちょっと YouTube を。ちょっとその話だけチラッと置いてさせてもらって。そう、はい、はい、ありがとうございます。はい、ご協力させてください。いろいろ先生も勉強してくる。そうです。せっかくだったら見て。うん、